じゃあ <laughs> みんなでもみんないいていていな感じになってるペコだよね。いよでも思ったらやっぱ船長女子校に昔さいたからさわかるんだけどさやっぱちょっと長いこと女の子ばっかりの空間にいるとみんなねやっぱレズと化していくんだなって思って <laughs> えっ列なんかなレズでなってるペコなのかないや船長もでも本当に高校の頃、女子校だったんだけどほ、うんと2年目にはもう列だったよ <laughs> なるのだから <laughs> マジでなっちゃうのえなんか <laughs> いることを忘れちゃうんだよね、この世界に。あ、なるほど、ペコな。で、女の子の中で、みたいな感じでたのかそうそう。たまに、だからさ、その、あの、教学部っていう部があったんだけど、その、女子校の中で、教学,教学部にだけ、あの、男の子いるの。うん、たまに、そうそうそう。で、礼拝とかで、体育館に集合したときに、その教学部の男の子を見たときに、うん、うわ、男だみたいなの。<laughs> いるんだ、男って、みたいな。<laughs> みたいな感じも。<laughs> 化け物みたいな。いい <laughs>